はいどうも、チュンです。今日は、トレーニングのね、セットのメニューの組み方っていうか、何種目やって、大体何回ぐらいで、どういう風に追い込んでいくかっていうのを、まあ、僕の考えるやり方っていうか、僕はこれでやってますよっていうのを、ちょっと話していきたいなと思います。これ対談じゃないけど、なんか対談じゃないの、人いないから、こういうなんだろう、喋るだけの動画って一人でやるのちょっと久しぶりなんですけど、で、あのジーンズキッチンの方もちょっと僕今引っ越し してまして、でもうちょっと家決まったんで、近々その家を、公開すると同時にね、ジーンズキッチンの方もちょっと復活していきたいんで、もうちょっと待ってくださいね。で、ちょっとセットの組み方について説明していきたいと思います。で、まずその種目数は多い方がいいのか少ない方がいいのかってところが、まず種目をね、何かやる上で、いろいろ皆さん考えられるところだと思うんですけど、正直僕も、種目ね、あれもやらなきゃこれもやらなきゃこれもやらなきゃあれもやらなきゃって、そのジムでいっぱいマシンがあるところに通うってやっぱそう思っちゃうんですよ。これは上背部のマシンだから、これは中背部だから、これは下背部だからみたいな感じで、6種目も7種目もね、多い時だと8種目とかやっちゃったりしてた時もありました。でも最終的にそういうのをいろいろ経験して、僕が今行き着いたっていうか、今一番しっくりくるなっていうのは、大体1部位あたり、4種目ぐらい、1部位あたり4種目ぐらい、背中だとね、やっぱ上中下って分かれてるんで5種目だったりする時もありますけど、基本的に大体どの部位でも4種目ぐらいですかね、僕は。まあ、足もね、細かくカーフとかに分けちゃったら、5種目とか、下手したら6種目ぐらいになっちゃう時もありますけど、基本的にはまあ4種目ぐらいになってます。例えば今日のチェストだったら、まず僕はインクラインとこの肩のフロントが強いのが、フィジーク選手としてっていうか、まあ、あの僕の出てる競技としては、そこが必要だと思うので、インクライン中心のトレーニングからまず始めます。で、インクラインのバーベルプレスで、そこからフリーウェイト入れたんで、次はどうするかって言ったら、マシンなんか1種目入れたいなと。で、プレス系入れてるんで、ちょっと、フライみたいなね、ストレッチ系を何か入れたいなと思って、ペックフライとか、この KB はちょっとダンベル、僕の使ってるジムがダンベルがちょっとあれなんで、ペックフライのマシンをちょっとネガティブ意識しながらしっかり入れるようにして、でそこから次はやっぱりケーブル、負荷の抜けないケーブルのようなトレーニングで1種目入れる。で、ラストに、最近はそのベンチプレスでもう一回フリーウェイトに戻るって形なんですけど、今はこれが胸のトレーニングで一番しっくりきてます。で、結局いろんなマシンがあったりとか、あれもこれもこれもあれもってなってしまいがちなんですけど、あくまで筋トレの基礎っていうか、筋トレの基本っていうのはフリーウェイトっていうのを、忘れないでほしいなって思います。あくまで筋トレの基礎っていうのはフリーウェイトです。フリーウェイトで、フリーウェイトの軌道をしっかり自分でコントロールして、自分の効かせたい部位に狙えるようなフォームとか、狙えるような、そういうなんだろうな、自分でしっかり狙えるような風に、あのコントロール、重量コントロールしたりとか、フォームコントロールしたりとかできるようになれば、どのマシン使おうと、どういうふうな、いろんなマシンありますけど、どんなものを使おうと、必ずその狙った部位に意識したりとか効かせたりするっていうのは、難しくないことだと僕は思うんで、しっかりやっぱフリーウェイトを軸に筋トレしてください。フリーウェイトで、例えば、胸、背中、足であれば、まあ、ビッグスリーと呼ばれるベンチプレス、デッドリフト、スクワットってあるじゃないですか。で、僕はベンチプレスとスクワットは結構がっつりやってます。ベンチプレス系とスクワットやってます。で、胸に関しては、僕はそのプレス系至上主義というか、なんだかんだやっぱプレス系を高重量でそれなりに効かせながらやっぱ扱うっていうのが一番やっぱ僕は効くんですよ。もちろんベンチはね、中学校の時からやり慣れてるっていうのもあると思うんですけど、ベンチに関しても意識せずとも、別に今どこに効いてるとかどこに負荷乗ってるとかって意識せずとも、ただ重量をつけてパンパン上げてるだけで胸ってこうやってパンパンになるんですよね、僕の場合はね。これはもうずっともうベンチプレス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 みたいな感じで、筋トレイコール僕はベンチプレスだと昔は思ってたぐらいなんで、やり続けた結果、その筋伝達 の神経系がね、多分発達してより効きやすくなってるからだと思います。
なんで僕はやっぱプレス系が一番、肩もそうだし胸もあのパンプするしでかくなるイメージはあります。っていうか実際にでかくなってます、それで、うん、なんで胸はね、できればプレス系で攻めた方が高重量上がるしいいと思うけどね、うん、人によってはフライ系で高重量やんないと胸はでかくならないって人もね、いるみたいですけど、そこはやっぱり自分に合ったものを選んでいただきたいですね、うん、ただ種目数を6種目も7種目も、2セットずつとか3セットずつちょこ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 かいつまんでもやっぱ追い込みきれないわけですよね。6種目できるってことは究極言ってしまえば6種目できるような体力を温存しながらやってるってことだと僕は思うので、もちろん部位ねちょっとずつ変わってくるんで、その部位ごとに狙ってるって意味では、その部位ごとに追い込んでるかもしれないけども、6種目できるっていうのはだいぶその体力をそのセットごとに温存してるような僕はイメージがやっぱあるんで、うん、多くても4種目、まあ、5種目ぐらいでいいと思いますよ。僕の考えですよ、僕の考えです。これは万人に、共通するとは限らないんですけどなんで僕がやっぱりなるべく心がけてて一番伸びたなと思うのは種目数を、できるだけ削るわけじゃないですけど、そんなに多くしない。で1種目目の種目、1種目目っていうのは大抵、例えば背中だったらデッドリフトで高重量とかスクワットで高重量とかベンチプレスで高重量、その高重量を狙えるのが、1種目目だと思うんですけど、1種目目で自分 の, その狙った部位を潰しに行くっていうのが僕のトレーニングです。なんで最初にインクラインのプレスから始めたんだったら胸筋上部を1種目目でまず潰しに行くんで、これをまず限界までやります。今日であれば180今後上げに行きたいんで140で、今日3発上がりました。143発、120で10発、120で10発で、この辺りから結構ギリギリなんですよ。でラストに100を持ってきて、今日何発だった、今日25発かな、うん、で次の種目のことなんて正直考えてないです、うん、考えてない。で潰した後に、マシンでしっかりストレッチかけてネガティブ意識しながら、しっかりフライ系の種目入れてケーブルで負荷抜けないように、パンプ狙いでちょっと離せる。でラストにここはちょっと僕特殊かもしれないけど、もう一回ベンチプレスを持ってきて、インクライン胸筋上部っていうよりは胸筋チューブとかカーブの方を狙ったトレーニングをする、うん、なんでこれをベンチプレスラストに持ってくるんじゃなくて、例えば、デックライン系のねなんかマシーン持ってきたりとかでもいいと思います。胸筋カーブを狙うっていう意味ではそこは人それぞれカスタムしていけばいいと思うんですけど、僕は4種目ぐらいが一番しっくりきくるし、それぞれ追い込めます、うん、かな。で肩に関しても、なんだかんだやっぱりプレス系がやっぱ僕はでかくなるんですよね。慣れてるっていうのもあると思うんだけど、だからショルダープレス系のなんかマシンか、ダンベルでまずプレスを入れる。でこのプレスに関しては若干ね、胸筋上部の方とかに逃げたとしても高重量をなるべく扱いに行く、うん、ただ壊れないようには気をつけてくださいね。肩って、結構デリケートなんで無理やり変な重量を上げて壊さないようにだけ注意してください。でプレス系で何が何でもあの高重量上げに行く。でその後に、サイドレイズとかから先に行っちゃうとなんかリアがねやっぱり重量扱えなくて弱くなるようなイメージが最近強いんで、先にリア系のなんか種目を2種目ぐらい入れます、うん、でこれもなるべく、軽くなんかパンプで終わらせるんじゃなくてリアを潰しに行くような感覚でしっかり上げます。でここリアで2種目でプレス系1種目でしょ。でサイドレイズ1種目、これもなるべく高重量で最初の 1,2 セット目高重量にして、3,4 セット目とか5セット目で、ドロップセット入れたりとかハイレップ系でパンパンに追い込みます。でこれで、4種目で、ちょっとリアの方が弱いなと思ったらなんかリアで高重量扱えるような種目をなんかやるようにしてます。例えば、僕がよくやるハンマーストリングスのプレス系のマシンあって、それを逆さにしてバックプレスのような感じで上げたりします、うん、ただバックプレス気味に上げたとしてもね結局、肩のね前の方とか横の方とかって若干効いちゃうんで完全にリアではないんですけど、やっぱリアで高重量上げるようなイメージの種目をラストに入れてますかね、肩は、うん、でこれでもだいたい4種目か5種目です。で背中は、僕はそのスクワットをローバーで高重量担ぎに行くっていう風な感じでやってるんで、
床引きのデッドは僕は基本的にはやらないです。今までもやってきたことはあまりないです。一時期ね、重量伸ばそうみたいな感じでやってた時期もあったけど、でこれやらない理由としては、僕のねハムとかがハムストリングスがちょっと硬いせいなのかもしれないけども、もともと僕もそんなに腰強くないんですよ。中学校ぐらいの時に腰なんか野球とかやってた時とかも痛いなっていうのはずっとあって、中高の時とかもで格闘技っていうかね、ミット打ちしてる時も腰痛いなっていうのはずっとあったんで、床引きやるとね ものすごい脊柱周りがパンパンになってね、本当結構すごい効いちゃうんですよ。なんでそれだと背中へ追い込むまで行く前に終わってしまうんで、デッド系の種目は僕はあえてラストに入れるようにしてるんですよね、腰に効きすぎてしまうんで。なので最初は、背中系は懸垂とか、ラットプルみたいなちょっとプル系の種目を入れて、で、次が何かローイング系かな、ローイング系ベントオーバーローなのか、なんかローイング系フリーウェイトで入れて、でその後に、マシン系でまたなんかローイング違う種目、ワンハンドローでもいいし何でもいいからなんか入れるようにして、でラストに、ハーフデッドとか最近持ってくるのが最近のトレーニングですかね。で僧帽筋のね上部の方、僧帽筋の方がね最近弱いなって感じたんで、斜め上の方にね僧帽筋の上部に入るようなチューブと上部に入るような斜め上の軌道の、ローイングマシンとここのジムあるんで、それを最近は最後の締めでやるようにしてます。それでも大体5種目ぐらいです。5種目で足もスクワットから始めて、スクワットでガチガチに追い込んでもうヘロヘロになって、でレッグプレスで足幅広めにして内もも狙うようにする。でエクステンションとカール最近スーパーセットでやっちゃって、余裕があればハックスクワットやるようにしてます。で足は、1ヶ月に8回やるように、8回じゃない6回か6回やるようにしてるんですよ。なんでかっていうと、やっぱどうしてもこのさっき言った足の種目だとケツハム側がちょっと弱いかなと思ったんで、ケツアーム専用の、種目を、月に2回入れるようにしてます。種目としてはブルガリアンスクワットで、ダンベルでブルガリアンスクワットで高重量扱うで、スティフレックデッドリフトみたいのをスミスマシンで負荷逃げないように入れる、で最後レッグカールを入れるように3種目ですかねにして、で最近はね、その足の種目の日になるべくカーフを入れるようにしてます。そのね、僕太ももに比べてやっぱカーフがねすごい細いっていう風に自分でも自覚してるんで、なるべくねちっこくねちっこくね週2回でも3回でもちょっとカーフ入れるようにして、あとは僕のね弱点の腹筋を最後の締め、僕あんま減量期以外にね増量期にね腹筋ってあんまやる気起きなくてね、そこは今後改善していかなきゃいけないんだけど、で減量期はそれに腹筋を入れますっていう感じかな。あと腕に関してはね最近種目すごい減ったね。前は、じゃあバーベルカールやって、インクラインアームカールやって、プリチャーカールやって、ハンマーカールやってとかなんかいろいろすごい入れてたんだけど、今は、高重量扱う時のバーベルカールと、なんかインクライン系のインクラインアームカールとハンマーカールとか、あと前腕のなんか別の種目で大体 2,3 種目かな、二頭に関しては。でプリチャーカールから始める日もあって、プリチャーカールからやる日はプリチャーカールであのファットグリップ巻いて、あのガチガチに追い込む、でその後最後前腕入れて終わりとかかな。で3頭も最近スーパーセットでやっちゃうことが多いんだけど、プロオーバープレスって僕が動画で紹介してる山岸プロがやられてたプロオーバープレスをメインに、それで追い込んだ後に、ケーブルでプッシュダウンで終わったりとか、あるいはちょっとケーブルでフレンチプレスっぽく、引いたりとかもあるかな、だから腕も 2,3 種目かなっていうことは、っていう感じですね、全身で言えば。で、種目をものすごい多くやりすぎちゃって、なんか効いてるか効いてないか分かんないみたいになってくるときなのってすごいあるんですよ。僕もすごい6種目7種目やってたときって最後の方なんてもうなんか聞いてるかどうかも分かんないけども、なんか義務感でやっちゃうんですよ。それはなんか自分の中でこれと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 必ずやるみたいに決めてやるんで、最後のなんか聞いてるどうのこうのよりもなんか義務感でやっちゃうことが結構多かった時もあります。だからそういう場合は、
ちょっとね今までやってた種目をやらなくなるとちょっと怖さがあるんだけど、気にせずに種目減らした方がいいです。種目でフリーウェイト系の中心の種目を、1種目必ず入れてあげる。でマシン系まあ2種目ぐらい、ケーブルとかマシン系を1種目ずつとか入れて、ラスト、別にそこフリーウェイトでもいいし、弱い部位の狙ったマシンでもいいと思うし、だから必ず、種目の1個か2個ぐらいはフリー系をやっぱ中心に僕は入れてほしいですね。その方が絶対でかくなるんで、っていう感じかな、僕のあのセットの組み方とか種目の選び方に関することは、まあそんな感じです。それをちょっと僕は普段から意識してやってます。1種目目に、フリー系持ってきてそこで潰すと、っていうのが僕のトレーニングです。なんでね、今種目選びとか、そういうのでものすごい迷ってる方とか、種目やりすぎてなんかよく分かんなくなってる状況にね陥ってる人とかは、この動画ぜひ参考に、種目を選んでみてくださいかな。もちろんね、デッドリフト向かない人とか、僕のようにちょっとデッドやると腰にきすぎちゃうとか、他の部位追い込めなくなっちゃうとかね、まあ、いろんなベンチプレスやると肩が痛みすぎちゃうとか、胸に全然効かないとか、まあ、いろんなね、人によって多分違うと思うんで、そこは必ずしもビッグスリーじゃなきゃいけないってことはないと思います。ベンチプレスじゃなくてダンベルプレスでもいいと思うし、インクラインのバーベルプレスじゃなくてそこもダンベルでいいと思うし、じゃあそのダンベルとかフリーウェイト系でインクライン追い込むのが苦手なんであれば、スミスマシン使ったりとか、あるいはなんかマシン系でしっかり入る種目を選んであげればいいと思います。必ずこれじゃなきゃダメとかあれじゃなきゃダメって決めつけずに、自分が一番効くマシン、入りやすい軌道のマシン、まあジムにね通ってる方がほとんどだと思うんで、そのジムの中で一番自分に効くマシンっていうのをしっかり見つけてあげて、でそれを中心に追い込んで、組み立ててあげてくださいっていう感じです。ではね、僕のジンズキッチンもまだ復活するんで楽しみにしててください。今回ね、借りた家が、60平米ちょっとかな。で、メゾネットタイプで家の中に階段くっついてるんだけど、結構広めでね、借りました。で、今、まあ、僕ね、アパレルがちょっとやってて、そっちの方でね、在庫とか結構なロット数入れるんで、ちょっと事務所じゃ置ききれない分とかをやっぱ置けるように広い家借りて、その奥の方にね、倉庫みたいなとこあるんで、そこにちゃんと置けるようにちょっと広めの家を借りました。なんで家もね、ちょっと公開していくんで、楽しみにしててください。じゃあ今日も